作文対策のコーナーになります。欧州館は1000点中200点が作文になるんですけどもね、200点というと 20% じゃないですか。ですけどこの 20% の作文が合否を正直言って分けると思います。今まで欧州館の合格者で残念だった子の得点解除をしてみますと、作文の点数によって結構合否が分かれてるっていうことが言えるんですね。作文ね、200点満点でね、頑張ってね、200点取ろうなんていうね意気込みはね、非常にね、頼もしいんですけどね、実際は120から140ぐらいが目標というところかなと思います。100点切っててもね、過去合格した子っていうのはいますので、それだけね、欧州館の作文って難しいんですよね。で、もちろん書くっていうことに関しては皆さんね、作文好きですっていう子たくさんいると思うんですけれども、試験問題なんでね、点数が取れる作文に仕上げなきゃいけないっていうところなんですね。で、欧州館の作文で点数を取らなきゃいけないところなんですよ。つまりね、書きたいものを書くのではなくて、欧州館が求めている答案作成、欧州館の先生はどのようにして皆さんの作文を採点してるのかな、そこが一番気になるわけ。そこに向かってみんな作文を書くというようなことが試験だから求められてるわけです。で、このね、絵にも出てるんですけど、欧州館作文のカリスマ本田先生が欧州館のこの作文というのはね、結構見てくれてるんですけれどもね、欧州館の本田先生もおっしゃってます。欧州館の作文とは一つのものが複数の形に見える、これが出題の基本だと、物の見方は一つじゃないんだと。確かにそうなんだよね。過去見ると逆さ地図とかさ、おかげさまでとか、あと顔ってねって詩とか道とかあったでしょ。この前の試験の木材なんかもさ、年輪って見る人もいれば、木を大切にしなきゃいけないなって見る人もいれば、木があれ三段になるじゃないですか、それをかいなと見る人もいるわけです。いろんな見方ができるわけだよね。物の見方は一つじゃないわけで、欧州館作文の象徴と言われているご飯の写真の絵、あれを見て皆さんは一つのものが複数の形に考えることができるかなっていうことも考えてみてほしいなと思います。そういった面ではね、欧州館の話では作文は非常に力を入れています。作文でね、合否をね、大きく分けるからなんです。で、ただやみくもにね、作文毎日書いてればいいというようなものではないんですね、実際はね。なぜならば試験だから、試験なんで点数が取れる作文、ここをね、意識してみてほしいなと思います。欧州館の話では先生たちが一枚一枚丁寧にですね、答案の添削の方も入れてます。で、何がポイントで点数が取れてないのか、何が良くて今回はいい点数だよっていうことをね、一つずつ言ってます。なぜなら欧州館の話ではどこに点数のポイントがあるのかっていうところを意識して、我々は欧州館作文を研究しています。そういった面でですね、皆さん何としても欧州館に通りたいという子に関しては、欧州館に求めるこの作文をね、書けるようになってほしいなと思って、我々も欧州館作文を日々研究していますので、皆さん欧州館まで一緒にね、作文のね、勉強をしていただけたらなと思います。その触りの部分がですね、このホームページの下の方に対策として載ってますので、簡単な動画がね、あるんですけれども、ぜひね、ちょっとずつ一個ずつ参考にしてですね、欧州館の教室でやってるものの部分的なものになるんですけどもね、ぜひ参考にしてみていただけたらなと思いますので、皆さん勉強してみてください。